UB-125 は、ドイツ海軍の UB 型潜水艦、沿岸用小型潜水艦。1917年2月28日に建造が計画され、ブレーメンのベーザー社で1917年7月19日に寄港。1918年4月16日に浸水し、1918年5月18日に竣工した。第一次世界大戦では、 紹介任務を2回行い、以下の戦果を挙げた。1918年11月20日、戦争終結により、ハリッチで投降し、連合軍に接収された。1918年12月14日、日本に割り当てられ、19日に受領、零6潜水艦と改名された。1919年1月10日、駆逐艦柏に栄光されて、 ハリッチを出港するも、同日1600、ドーバー沖で柏の栄光削滑り止め用金具が破損して栄光不能となったため引き返し、1813にダウンスに到着。16日に自力でダウンスを出港し、17日にポートランドに到着。試運転の後、2月18日にポートランドを出港。ブレストを経由してスペインのフェロールに向かう。 途中の26日、機械とセン田軸が故障するも、無事27日にフェロールに到着。3月2日、フェロールを出港し、ジブラルタルを経由して16日にマルタ島に到着。18日、工作艦関東が受領。補給の後、4月8日に第二特務艦隊の手によってマルタ島を出港。途中で補給を受けながら、アレクサンドリア、ポートサイド、 アデを経由し、29日1015に駆逐艦柏と会合。5月7日にコロンボに到着。補給の後、10日にコロンボを出港。ペナン、シンガポールを経由。6月4日1230からは駆逐艦バイに栄光され、7日にマコーに到着。補給の後、11日にマコーを出港し、立山を経由して18日に、 横須賀に到着し、整備を受ける。日本海軍籍には編入されず、整備の後潜水艦の実験や訓練等に利用された。1921年に佐世保海軍交渉にて偽装解体工事が行われたが、船体は解体されず、そのまま保管された。1925年12月26日、雑駅船に編入され、橋船に指定されて、 交渉第2630号に改名された。橋船とは、雑役船の発着場、あるいは、浮き桟橋として使用される船のことで、交渉第2630号は、佐世保海軍交渉に配属された。第1次世界大戦での活動で、6隻を撃沈し、1隻に損傷を与えた。ありがとうございます。